あ、これ否定できないなと思ったのよ。幽霊がいないって、幽霊の存在を否定するって、今までできると思ったんだけど、うん、できなくないこれっつって。こんにちは。七城家の七城です。まこです。はい。というわけでございましてね、はい、タイトルコール決めようかなって言ったけど、まあ何にも言わずに始まりましたね。うん、決めたんじゃねえのかよ、昨日よ。決めてないね。うん、軽いなんか七熊のなんか毎日投稿イエーイ。イエーイ。なんか完全にシャンパンコールド下手なホストみたいになってますけど。とか言ってればいいんじゃないの？ずれてるタイミングが。はい。というわけでございましてね、まあ今回もやっていくんですけども、ちょっと今回は、うん、本当は企画の動画として一本しっかり長めで撮りたいかなと思ってるんだが、うん、ちょっとジャブ打つ感じで毎日投稿って言ってみようかなって話なんですけど、なんかスピリチュアルについてどう思う？っていう。何その朝まで生討論みたいな感じになるけど大丈夫それ？いやまあそうね、多分コメント欄ではけんけんがくがくの討論が出されるんでしょうけど、ここは別に討論も何もない。何もないけどね。ただまあ改めてさ、くまこさんってやっぱりスピリチュアルの人でしょって思ってる人も多分多いと思うんですよ。だからくまこがどういう考え方を持ってるのかとか、七城も怪談師とか、まあ、最近なんかいや霊障がとかって動画出してちょっと怒られたりしましたけど、なんか言ってるぐらいだからどう思ってるのかって多分みんな気になると思ってるね。だからそういうなんか幽霊がいる前提で、例えば霊的なものとか、例えば神様の声とか、うん、そういうなんかスーパーナチュラルなもの、超自然的なものっていうのを受け入れて、肯定して、それを、まあ、ある前提で捉えていくのが多分スピリチュアルの世界だと思うんだけど、魂の世界の話とかね、そうなんかそれをどう感じてますかっていうのをくまこに聞きたいんですけど、どう思います？なんかさ、話として例えば今話してたスーパーナチュラルな話とかもさ、話としてはすごい面白い部分ってあるじゃん。なんかいろんな神様がいてみたいな、確かに。でそういう由来とかもさ、なんかそういう話聞くのも好きだし、なんか占いとかもなんかそういうスピリチュアルな面もあれば、統計学で勉強してとかっていうちゃんとしたのもあるから、なんかそこは全然普通に自分はなんか興味あるっていうか、面白いジャンルだなと思ってるんだけど、ただ自分自身がそうやってスピリチュアルっていうのでくくられると、七城さんもすごいご存知の通り、僕ふざけてやってるじゃないですか、このチャンネル。あ、そうですね。まあちょっと説明すると、七城家はホラーエンタメチャンネルなので、基本的になんか別にね、なんだろう、めちゃくちゃ嘘ついてるとか、めちゃくちゃみんなをだまくらかしてこうフェイクムービーみたいなの作ってるわけじゃなくて、ただちょけてる、ずっと。そうなんかちょけてるから、そうね。でなんか基本本当にちょけ散らかしてるから、自分がだからそういう真剣にスピリチュアル学んでる人たちと一緒にされると、そのスピリチュアル学んでる人たちに対してすごい失礼だなって私は思ってしまうっていう。なるほどね。そっか。のがあるから、そこは分けて考えてほしいなって思ってる。はい、よくね、例えばそのコラボしてくれなんて話も来るじゃないですか。霊が見える方たちとコラボしてほしいって言って。でも中には、まあ、そういう霊視とかを職業としてやってる方とかね、お祓いとかを仕事としてやってる人たちも結構いるわけじゃないですか、そういう。ね、例えばこう、あとはなんか、例えば心とかを調律する何かだったりとか、ヒーラー的なこととかね。でそれでかつ霊も見えるって人もいるって、結構真面目にやってる人が多いんですよね。で、ちょこちょこね、うち企画で一応なんかカジュアル霊界通信とかな、リアル霊界通信ってやっちゃってるけど、ぶっちゃけあれだもんね、うちはなんか霊見えて困っちゃってる人が、なんか霊に対するイライラをなんかぼやきとともにツッコミ入れながら話していくっていう体じゃん。なんかね、結構だからそのスタンスが違う。くまこも別になんか霊に対してなんか、まあ、もちろんちょっと多少ね、その真剣にその幽霊がいるとか、その心霊的な話を聞きたいっていう人たちに向けて気は使ってるけど、多少ね、でもなんかそれぐらいじゃん、ちょっと。でも本当は別にそんな霊のこと気にしながら生きてなくていいんちゃうんって感じでしょ、だって。そうなのよ。だよね。そう。これが熊子のスタンスなんですよ、皆さん。だから、あれだよね、やっぱなんか自分と他の真面目にやってる人がちょっとやっぱり一緒にされると、他の方に申し訳ないっていうか失礼だなっていう。そう。だそうです。ね、こんなスピリチュアルから程遠い人をスピリチュアルに入れるなんてみたいなさ。でもなんかね、視聴者の方を持つわけじゃないけどさ、みんなから見たら、やっぱ熊子って幽霊が見えるし、うん、そういう人っていうふうにはやっぱ見えるよね、どうしても。うん、ねえ、まるちゃん。その実ね、別に全然、なんか日常生活からそういうスピリチュアルな発想とか、うん、スピリチュアルっぽいこと言ってるわけでもないし、全然、ね、全く。うん、てか真逆じゃん、結構。そうなのよ。うん今日なんか客がすげえムカついたわみたいな話とか、仕事の話とかするじゃん、どっちかっていうと。なんだてめえ、この新人めえみたいな感じの話しかないよ。ここもだってオフで話してる時とかさ、幽霊の話、あんま出ないもんね、別にそんなに。あんましないね。なんか、だってさ、本当に変な話だけどさ、誰一人として気にしないじゃん。気にしない。だってさ、この撮影始まってからっていうか、みんなと一緒にいるときに、一回もこの部屋に何かいますかって言われたことないからね。ああ、ないね、確かに。誰も気にしてないのよ、うちのチャンネルの人。そうね、確かに。うちのメンバーは多分誰も気にしなくて、まあ、熊子が喋りたいとき喋りゃいいんじゃないのって感じだもんね。そう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 。確かに、確かに。いや、面白いもんでね。だから、ね、まあ、普段結構、熊子に対しては、別に私とかね、私たちからしても、別に熊子に対して、うわー、なんかすごい霊視のできる、すごい人や、みたいな感じでもなくて、うん、あ、なんか、見えて不便なこともあるし、おもろいこともあるんやな、以上って感じなんですよ。まあ、そんな感じで。まあ、熊子のスタンスとしてはそんな感じだよね。そう。いやー、でちょっと実を言うとね、これ七代もこの話ちょっとしたくって、これね、実は七代は、怪談師七代時代、七代家になる前だから、だいぶ前なんだけど、YouTube チャンネル一回名前変わってるんですよ、怪談師七代って個人チャンネルから。で、その時代、個人チャンネル時代は、スピリチュアルアンチだったんですよ、私。アンチだったね。めちゃくちゃアンチだったじゃん、Twitter とかでも。なんかもう、熊子が入る前の話とかに遡っちゃうと、霊が見えるやつとか頭おかしいんちゃうと思うんだからで、熊子と会ってからもなんか頭おかしいんちゃうってずっと思ってた、実は本当はね。まあよく言ってたじゃん、その話。仲いいからさ、してるけど、そういう話も。普通にね。全然理解できないんだよ。いるわけないっしょみたいな思ったね、ずっと。ただ、まあなんか、ヒロシの話とか、熊子の話のうちに、まあね、全否定してね、人がいると言ってるものを、あると言ってるものとかを、全否定するのも野暮だなと。それは人として性格悪いなと思ったし、なんか一旦受けることにしたのよ。それで、まあ、そうやんなと。で、うちのチャンネルにもレギュラーとして入れてる以上、やっぱそれはいるものとして、私の中で見えてないけど、いるものとして扱おうと思ってたんですよ。で、それは実は去年ぐらいまでそうだった。結構長くそうだった、ずっと。長かったね。だからよくそのコメントとかツイッターとかでなんか、まあもちろんヒロシのいる体で話してくれる人、まあ、ファンの人たちとかに言われた時には、まあなんかそのヒロシいる体で返してるし、私もそう思っ、まあ今割と自分の中ではまあ個人のね、一人の人間として個性も認めてるし、ヒロシという人間に私もまあ正直救われたこともあるから、やっぱり友達としてっていう見方はしてるんだけど、ただやっぱちょっと前に遡っていくと、やっぱツイッターとかで言われても、例えば、なんだか、ヒロシって本当にいるんですか、熊子って本当に霊が見えるんですかみたいなの、ね、聞いてくるわけじゃないですか、こうやって。そのたびに、知らん、いないんじゃんって、なんか、お前が言うなって感じなんだけど、言ってたんよ、ずっとそうやって。知らんけど、私は見えないから、つって。まあ、幽霊が物質として存在してますかって言われたら、私的にはノーだね、みたいな感じの、ぐらいだったのよ、本当に。ところが、ちょっといろいろありまして、幽霊がいねえって言って否定してる人たちって、みんな科学至上主義なんですよ。ああ、そうだね。まあ正確に言うと物理学至上主義なんですよ。物理学、で、物理現象って、例えば質量保存の法則とかあるわけです。だから幽霊なんだ、霊体とか、ね、なんかこう、なんだっけ、あるじゃない、なんかいろいろとなんか、幽霊のなんか元になるものとかわかんないけどさ、エクトプラズムだけなんとかってね、あったりするじゃない。なんかそういうものがあるって言ったら、その質量として存在しちゃうっていうのは、まあ無理だったわけですよ、今まで物理学の世界だと。ところがね、多分ちょっとスピリチュアルとか好きな人だったら、まあ、知ってる人もいるし、あと科学とか好きな人も知ってる人もいるかもしれないですけど、量子力学っていう学問がね、聞いたことあるよ。そうまあ、簡単に言うとめちゃめちゃミクロな世界の物理学なのよ。でミクロの世界だと結構特殊なことが起こっていて、例えば、まあ、これめちゃくちゃ小学生でも分かりやすく言うためにめちゃくちゃ分かりやすく言ってるけど、なんか一つの物体って例えば、まあ、指だったらさ個体というか。触れるし、ね、なるじゃん。だし、まあ、例えば空気とかだったら、まあ、気体だったりするしみたいな。なんか一つのものって一つの状態取るじゃん、その時って。でもなんか同じタイミングで別の状態を同時に取るってことができちゃうんですよ。これちょっと意味わかんないかもしれないですけど。まあ実際そのミクロの世界で起こってることで言うと、粒の状態と波の状態の両方が、まあ、同時で同時であり得る、成り立つみたいな。だからリンゴとバナナってどっちかじゃん絶対に。なのにリンゴバナナっていう状態が成り立っちゃうの。ミクロの世界だとね、簡単に言うとすっげえ簡単に言うっていうちょっと。我々の普通の物理学の世界だと奇想天外なことが起こってるのね。ちょっと理解しがたいような。でその学問が出てき始めた頃とかから、あれ科学物理学ってあんまり信用ならんなと思ったのよ。これ感覚的な問題なんですけど、すごく。もちろん突き詰めていくとそうじゃないかもしれないけど、でもこれ結構物理学者の人とかその量子力学、量子論とか研究してる人、実はうちの弟もやったんだけど、量子論聞いても彼らからしても、はて不思議ですねなのよ。っていう状態だから、もちろんミクロの世界の話じゃんっていうのはあるけど、でもミクロの世界の話ではそういうなんかその同じ別の形を同時に持ったりとか、あと別の場所に同時に存在もできるんですよ。とかにもあるのよ。でも壁隔てて向こう側に、置いてあるリンゴとこっちに置いてあるリンゴはこれ1個のリンゴですって言っちゃうパターンもあるんですよ。まあこれざっくりね説明すると。ってことが起こりうるということは、幽霊が存在する。例えばね、ヒロシとか壁抜けたりするじゃんたまに。あれとかもまあね、ヒロシという存在が、いやそれは、まあ、熊子の頭の中でしか存在しないんじゃないのっていうのがみんな言えたわけよ昔は。それが要するに否定派じゃん幽霊とか。心がどっこい、そうとも言えない可能性、質量としては存在しないように見えるけど、いっぱいうようよ実は存在してるかもしれないし、そういう壁抜けたりとか自由自在に動いたりとかもできるかもしれないし、そういうなんか謎の 死を迎えたと瞬間になんかその生命体になるみたいなことがあるかもしれないわけです。ってことを考えたときに、あ、これ否定できないなと思ったね。幽霊がいないって、幽霊の存在を否定するって今までできると思ったんだけど、できなくないこれっつって。って思うようになってから結構ね、なんかちょっと幽霊肯定派というか、いてしかりだなっていうふうに思うようになった。否定できる材料がないから。だから昔ほどいわゆるその近代現代物理学的なものの権威がちょっと落ちたなと思ってる。落ちたって言った姿勢だけどちょっとね、と思ってるから、まあこういう言い方がちょっといいのか分かんないけどね。そうだからこれ実はね、スピリチュアルどう思いますなんていうのに関して言うと、私的にはそういう物理学とか、あとなんか今いろんなさ、その絶対大丈夫だと信じてたものがさ結構壊れたりするじゃん、結構法律とか。そうだね。なんか最近法律合ってないようなものだったりするじゃん、著作権だったりなんかそうだし、法律ってそんなに強くないじゃんっていうのもあるし、まあ、科学もそうだし。あとは医学とかもそうじゃない、で多分この番組みたいなこのチャンネル見てる人だったら東洋医学とかの方が好きだよって人もいると思うんですよ。薬とかよりはそういうね、例えば鍼灸とかそっちの方が好きだよって人もいると思うんですよ、漢方とかね。で、なんか私もそれもね昔はどっちかと西洋派だったんだけど、なんかそのなんていうかな、必ずしもそのヨーロッパがずっと作ってきた医学の歴史っていうのが全部完璧に日本とか他の、ね、全世界の全人類に絶対にそれの方が治りますよとは言い切れねえなと、いろんな可能性があるって思った時に否定できないということはなんだろう、スピリチュアルをなんかいやスピリチュアルとかなんかバカなんじゃないのとかって昔言ってたけど、これ言えないなって思ったのよ、っていうのもあってちょっと今回このテーマを取り上げたっていう感じですね。なるほどね、ちょっと長くなっちゃったんですけど、長いですねあでも 今15分ぐらいかな多分だと思うので、まあまあそんな感じの話をしたかったべっていう、ちょっとくま子に聞きに徹してもらっちゃった感じですけど、ラストの方がいや全然興味深いお話でしたね。ほんまに言ってる、ほんまに言ってるそれなんかなんかふーんへーって話だったけどいやなんか珍しいなと思って、いや肯定してる七代さんがだからね、多分くま子にも話したことないじゃんこれ。そうだから聞き入っちゃうと思わずそうなんですよ。実を言うとその病んでた理由もその辺なんだけどね、これまたちょっとどっかの機会で話すんだけど、病んでたのが突き詰めた結果なんか全ての存在とか、自分のこの人生存在とか他人もそうだし、世界もそうだけど全ての存在があれないんじゃないのってなっちゃったのよ。あマトリックスみたいなまあまあでもそうだね、要するに仮想世界じゃないけど、仮想世界みたいな、なんか仮想世界仮説的なものってあるんだけど、そういう世の中はそうなんだっていう。でもなんかねちょっとそれとも違ってて、なんかそもそも存在しないみたいな、なんか仏教的なとこの空みたいな状態に陥ってしまって、その結果お坊さんに人生相談しまくるっていうちょっと化け物が生まれました怖いね、超怖えそんな感じの話でございましたはい、ちょっとなんか幕し立てちゃって申し訳なかったんですけど、ちょっとね、尺の問題であんま長くしてもね、撮影時間もあんまり取れないので、今ね、くま子絶賛、作品性、根付けのね、作ったりとかしてる最中だと思いますので、データフェスに向けて。はい。じゃあ、以上にしようと思います。はい。というわけでございまして、今回の動画ね、七代喋りすぎと思った方、くま子さん興味深いと思った方、よかったらいいねボタンお願いしますそして、まあ、感想とかね、私はこう思うよとか、いや僕は七代さんとは違うなとか、多分みんなあると思うんですよ。くま子さんそうなんだとかもあるだろうし、いろんななんか別に反対意見とかも私はむしろ聞いてみたいぐらいな感じなので、コメント欄によかったらいただけたらと思います。はい。そしてチャンネル登録もよろしくお願いしますはい、そしてね、心霊写真とか、体験談とかの投稿フォームございますので、よかったら何かある方は投稿フォーム概要欄からお願いいたします。それじゃまたね。